こんにちは、翔です。ついにですね、もうワクワクドキドキ、リンクサスカ後のですね、初めての、シェイクダウンということで、走行の方をさせてみたいと思うんですけども、このリンクサスカに伴ってですね、こういう点が、ちょっと数値的に変わってきてます。でそれ以外の、アライメントとか、まあ、ダンパー、タイヤ関係は、その前までに走らせたのと全く同じ状態で走行のをさせてみてます。でもうこれ走らせてみるとやっぱりかなりリアの動きがしっとりしてる感じで、もうちょっと違う車、まあよく言えばですね、違う車かなぐらいの違いは本当ありますね。ただまあセッティングは全く今回のリンクサスカに向けてっていうことではやってないので、まあ、リアのトラクションがすごく向上してるなとか、うわめちゃくちゃグリップするとか、そんな感じはもう全然ないんですよね。まあ本当見ての通り、ただまあ高速コーナーのあの辺は全然違いますよね。でおまけに全体的に言えば、なぜかオーバーステア傾向になっちゃってるんですね。で遅くなったのかと思っていろいろラップ測ってたんですけど、ベストラップ自体はですね、かなり見ての通り動きがかなり変わってきてるんですけど、それにアジャストさせる方向で走らせて、まさかの12秒台に入っちゃってたんですね。これ本当ちょっとびっくりしましたけど、まあ本当走らせてそんなめちゃくちゃ速いって感覚はなかったんですけどね。で一応まあシェイクダウンってことで、約9分間走らせてですね、最初のチェックを、ちょっとリア周りの方、なんか変化がないかなと思って確認の方してみました。特にはですね、動きとか、各部品の緩みとかですね、そういうのは特には感じられなかったんで、とりあえずこのままもうちょっと走らせてみようということで、また走行の方をさせました。見ての通り若干オーバーっぽい感じはしますね。前回アンダー方向に振ってはいるんですけどね、フロントのアライメントをですね。でそれでまた少し走らせて、2回目のチェックを行ったんですけども、まあ、これも特に問題ないかなっていう感じだったんですね。でちなみに前回ちらっと言ってたカックンがやっぱり少しだけ、あります。モーター注目してもらうと分かるんですけど、反作用で少し跳ね上がってるようなところが見受けられるんですけど、で、別のタイヤですね、スクエアスパイクを持ってたんで、ちょっとそれに交換してですね走らせてみようということで交換の方を行いました。見た目はですね、スコーピオンの2014のホイール 2.2 インチ履いてるんで結構かっこいいんですけど、なんかさらにですね、さらにオーバーステアが助長されてるような気もしなくもないんですけど、とりあえず走らせてみます。ただやっぱりなんていうんですかね、立ち上がりのこの飛ばされてるとまでは言わないけど、なんかグッと進む感じですよね。まあこの通り本当縦方向にはやっぱり本当グリップするんですけど、横は多分ローハイトの硬さですね。でさらにこれちょっと大きな問題が起きてしまったんですね。もう見たらこれゲッて思っちゃったんですけど、ごめんなさいちょっとすごく見切れちゃったんですけど、左側のロアリンクがですね外れてたんですね。で多分これ原因はですね、ホーシングにつけてるステーですね、あれが左右ともちょっと開いてる方向に力がかかってて、まあ力点と左右点から考えてもこれ動くかなと思ってたんですけど、案の定動いちゃったってことで、次回以降はちょっとこの辺、補修しながらですねまたやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
I'm just sitting here. I got